どうも、木崩しで板前をしている服部です。今日はこの温だしを使ってだし巻き卵を作っていきたいと思います。だしを取らなくてもいいので簡単に美味しくてふわふわの卵焼きが作れます。寿司屋のだし巻きですので冷めても美味しい卵焼きです。ぜひ参考にしてみてください。あと動画の最後に、簡単なアレンジレシピを紹介しています。ぜひ最後まで見てください。こちらが、材料になります。卵、お水、お醤油、お砂糖、お塩、そして本だしです。それでは作っていきたいと思います。まずは卵を割っていきます。卵は常温に戻してからお使いください。その方が、綺麗に焼けるしふわふわの卵ができると思います。次に、お砂糖が大さじ1杯、お塩が、1つまみ、お水が 200cc です。醤油を少々、本だしが1本です。これをお箸で、切るように混ぜていってください。巻いていきます。強火で焼いてください。卵を巻くときは、フライパンみたいに引くんではなくて上に持ち上げる感じです。そうすると卵が勝手にくるんって回るので、引くと卵が飛んでくることがあるので気をつけてください。上に投げる感じです。
それでは、アレンジレシピを紹介します。材料は、だし巻き卵と同じなんですけど、そこにこのマヨネーズをぶち込むだけです。では早速作っていきます。はい、ということで今回は本だしを使っただし巻き卵の作り方でした。かつおだしをちゃんと取った方が美味しいですが、本だしでも十分に美味しいだし巻きが作れますので、ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。